こんばんは。今日は2人の今シーズン最後のフィラリアの薬の日です。で、何をするかっていうと、アトム君は薬を飲むのが嫌いなので、この鶏肉に包んでいつもあげています。ルイはそのままです。ルイ、ちょっと待っててね。準備をします。準備ができました。どんな感じであげるかっていうと、この鶏肉の中に薬がアトムの分は入ってます。おいで、アトム。で、さらにアトムはちょっと警戒するので、このはい、アトムおいで。おい、アトム、この肉の流れで食べてもらわないとアトムも食べないので、これ薬の入ってるやつです。丸飲み。出したりもするので、これも薬が入ってるんですけど、ドライブもこっち出て、あとは見てないと出す。よし、飲んだね。一人は特に薬が入って、一人はこのままです。はい、美味しかった。でもお疲れ様。はい、こんな感じで同じ薬でも全然2人の飲み方が違うんだよね。よし、美味しかったね、薬ね。今シーズン最後のフィラリアだってよ。ロイは好きだもんね、薬ね。だってね、てちとても苦手だね。薬でも飲めたね、今日ね、上手にね。じゃあ薬しっかり飲んだからもう寝よっか。疲れたニキはね、寝るんだ。アトムの1個